きだから、まあ、もっと聞きたいということはあると思います。基本的には人の話を聞くのはすごく好きです。相手が何を考えているかということは聞かなきゃわからないし、自分が何というかな、まあ、一緒に仕事をしていく人たちの話っていうのはできるだけもっと聞きたいなということは常々思っています。それで、まあ、仕事のしやすい環境っていうものを、まあ、どうやって作っていけるかっていうことは考えています。